皆さん、ありますよ。皆さんは韓国語の勉強ははかどってますか？それともなかなか話せなくて韓国語を諦めそうになってますか？今回は私が3ヶ月で韓国語を話せるようになった方法を皆さんにシェアしたいと思います。動画の内容は韓国語がペラペラになるための必須の単語、文法、文字、会話、リスニングの5つの内容でお届けします。私の知る限り、韓国語が話せない多くの人は、ただ闇雲に勉強しているだけで、目標に到達できずに、結局韓国語を諦めてしまった人ばっかりです。この動画を見れば、どれだけ勉強すればペラペラになれるのか、何をどうやって勉強すればいいのかが全てわかりますので、必ず今後の韓国語の勉強に役立ちますよ。それではまず単語編を見ていきましょう。まず最初に覚えてほしいのが、韓国語で一番大事なのは単語です。これは絶対に間違いありません。単語がわからないとまず会話になりません。まあ皆さんはそれはわかっていると思います。そして単語は何万とあり、数えきれないほどの数があります。日本人の皆さんも日本語の単語はたくさん知っていると思うんですが、約何個の単語を知っているか知ってますか？実は平均的な大人の日本人で約2万個程度の単語を知っていると言われています。もちろん韓国語にも同じように単語数があるんですが、正直単語は覚えれば覚えるほど会話に有利で、無駄な単語というものはありません。じゃあ2万個覚えないとダメなのかということなんですが、2万個なんか覚える必要はありません。だって日本の子供たちは2万個の単語を知らなくても日本語をペラペラ話しますよね。そう、韓国語がペラペラになるにはそんな膨大な単語を暗記する必要なんかないんです。じゃあ何個覚えればいいのか。それは最低3000個と言われています。日常会話の中でも使用頻度の高い単語を中心に3000個覚えていけば大丈夫。じゃあさらにその使用頻度の高い3000個の単語ってどれとなるんですが、それは皆さんがお持ちの初級の教材や中級の教材に出てくる単語が基本となります。他にも単語本などを持っている方ですと、初級から中級レベルの単語本に出てくる全ての単語となります。ですのでまずは皆さんが持っている教材の単語を全て覚えましょう。新しく教材を買う必要なんて一切ありません。単語が覚えるのが苦手、覚えてもすぐに忘れてしまうなどという方も本当に多くいますが、それは言い訳です。3000個ぐらいの単語は頑張れば十分に覚えられます。しかも少し勉強を進めている皆さんならすでに知っている単語も結構あるはずです。人間の頭は3000個程度の単語数でパンクするにはできてません。ぜひまずは自分の持っている教材の単語を全て覚えてください。それだけで今後の韓国語の伸びが驚くほど変わってきますよ。ただもし本当に韓国語が初心者で急に3000個の単語の暗記なんか無理という方、その方には私が出した厳選初心者が最初に覚える簡単語500選のポスターを販売していますので、まずはそちらから覚えていきましょう。購入は概要欄にリンクを貼っておきます。それでは次に文法編を見ていきましょう。文法もこれまたいろんな種類があって覚えるの大変ですよね。例えばほにゃららを、ほにゃららになどの助詞から、さらんへよ、ちょわよ、ぷんちゃなよなどのへよ体、さらには不規則活用などいろいろありますが、これらの初心者が覚えるべき文法は約20個だけですので覚えてしまいましょう。簡単な覚え方や楽して学びたいって思う人も多いんですが、たかが20個です。こんなの1週間あれば覚えられます。まずはあーだこうだ言う前に覚えてしまいましょう。この20個の文法だけで韓国語は十分に話せます。皆さんは韓国語の学者になりたいわけでも講師になりたいわけでもないと思います。ただ韓国語はペラペラスラスラと話したいだけなんです。それならこの20個の文法だけで十分です。またここに出てこなかった中上級の文法はまた出てきた時に覚えていけば大丈夫。では次に文字ですね。ハングル文字って簡単に読めるようになるんですが、なかなか書けって言われると難しいですね。じゃあどうやったらハングルがスラスラ書けるようになるのか、また韓国語をペラペラになるにはハングルが書ける必要があるのかって疑問に思う人が多いと思うので、まずここを説明していきます。まず韓国語がペラペラになるには絶対にハングルが書けないとダメです。私の周りで韓国語がペラペラな知り合いでハングル文字が書けませんって人をまず見たことがありません。じゃあ韓国人でもまだ文字の書けない子供や昔の人で学校に行けずにハングルは書けなくても韓国語が普通に話せる人がいると思うんですが、それはその方は韓国で生まれて母国語が韓国語ですので韓国語は話せるだけです。皆さんは日本人で日本語が母国語ですので、その方とは同じではありません。ですのでハングル書けない韓国人とは同じにはなれません。またなぜ韓国語を話すにはハングルを書ける必要があるのかというと、韓国語には連音化というルールがあり、書かれている文字と読まれている文字が違うことがほとんどです。例えばこのハングルは一つずつ読むとハングッオと読みますが、連音化のルールによりハングゴと音が変わります。もしハングル文字が書けなくてこのルールを知らないと正しい発音ができませんので、絶対に韓国人には通じない韓国語となってしまい、ペラペラには程遠い韓国語になってしまいます。ですので皆さん、
ハングルは絶対に書けるようになりましょう。そして私がどのようにハングル文字を書けるようになったのかというと、本当にシンプルで、毎日ハングル文字を読むこと、書くことを続けただけです。ただ、この令和の時代に文字をノートにひたすら書くような勉強は古いので、韓国語の本を毎日読み続けること、特に自分の興味のある本を、私はスポーツ紙が好きでしたので、毎日読んでいると本当に勝手に読めるようになってきます。しかも読めるイコール書けるにもつながりますので、わざわざノートに書く必要なんかありません。またスマホでハングルを打っていろいろ検索してみてください。例えばネイバーの検索サイトなどで自分の知らない単語の意味を検索してみてください。スマホでハングルを打つこと、これを3ヶ月だけ頑張って続けるだけでびっくりするぐらいハングルが書けるようになるんです。そんな1日2日ではハングルは書けるようになりませんよ。しっかり3ヶ月、1日10単語ぐらいを韓国語で検索してみてください。これだけで私はハングルが本当にスラスラ書けるようになりましたし、今では日本語よりもハングル文字の方が実は得意になっています。最近文字を書かなくなり、漢字をかなり忘れてしまって、人前で漢字を書くときドキッとするときがあります。実は同じような人もいるんじゃないでしょうか。いいですね。とりあえず3ヶ月でいいので続けることが絶対条件。韓国語が上達しない人は本当にすぐ諦めてしまいます。ぜひ本気で韓国語を話したい人は3ヶ月でいいので私の勉強方法を実践してみてください。絶対に先生ありがとう、本当に韓国語できるようになりましたと私に感謝していることでしょう。それでは次に一番実践で楽しいパート、会話編です。いくら単語を覚えても、文法を覚えても、ハングルが読めても、会話の上達は会話の練習をしないと絶対に上手くなりません。それを分かっていても韓国語を話す相手がいない、スクールに通うほど時間とお金に余裕がないなどといった問題にぶつかると思います。ただこの時代、便利なことにオンラインレッスンで1時間数百円で韓国の方と話せるレッスンが本当にたくさんあります。月額で無制限などもありますので、3ヶ月毎日韓国語を話してみてください。留学したんかなってぐらいに韓国語を話せるようになりますよ。上達の目安としたら、韓国人が話している内容が7、8割分かれば十分会話は成立します。ここまで来れば分からないことを聞き返せますし、それを簡単に説明してもらって理解できれば合格です。十分ペラペラと言えるでしょう。間違っても完璧主義はダメですよ。すべて理解する必要はなく、大体何を言ってるか分かるレベルでまずは OK です。最初からハードルを上げすぎると疲れて嫌になってしまうので。また実際に私も英語のオンラインレッスンで英語を忘れないように定期的に英会話のレッスンを続けています。まあただ一番いいのは韓国人の恋人を見つけるのが一番韓国語が上達するんですかね。でもそれはなかなかね、そういういい出会いがあるかは運命やタイミングもあるんでね。ちょっとここでじゃあ単語、文法、書き、会話の勉強の順番ってどれを優先したらいいのと思う人もいると思うので、そちらは動画の最後でまとめておきますので、そちらをチェックしてみてください。それでは最後にリスニング編を見ていきましょう。これは超簡単。好きなドラマを見つけてひたすらカンドラを見てください。もう1日3時間5時間など多ければ多いほどいいです。ただここで注意なのが、絶対に日本語字幕をつけないということです。日本語字幕がついたドラマを見ても韓国語は一向に上達しません。皆さん子供の頃からアメリカ映画を字幕をつけて見てきていると思いますが、英語が喋るようになってませんよね。それと同じでカンドラを日本語字幕をつけても韓国語は聞こえるようになりません。でも韓国語が初心者のに字幕のないドラマを見ても理解できるわけないやんと思うんですが、それが大きな間違い。毎日聞いていると徐々に韓国語が聞こえてくるようになるんです。嘘と思うでしょ。3ヶ月でいいんです。毎日ドラマを見てください。3ヶ月後には私が言ってる意味がわかるはずです。まして単語や文法を合わせて勉強してる皆さんなら、あっという間に韓国語が理解できてきますよ。もう一度言います。絶対に日本語字幕はつけないでくださいよ。全く上達しませんので。最初はわからなくて大丈夫。日に日に分かるようになります。それでは最後に勉強の順番、優先順位を見て今回の動画を終わりにしましょう。もちろん理想はこれらのすべてをまんべんなく勉強していくのが理想なんですが、一気に勉強できませんので、まずは1ヶ月目、単語とリスニングを1ヶ月間ひたすら単語を覚えながら合わせてカンドラを見ていきましょう。徐々に韓国語は理解できてくる自分に気づくはずですよ。そして2ヶ月目、文法、書き、会話の勉強を重点的に進めます。もちろん単語もリスニングも続けましょうね。この頃には口から韓国語が出始めますが、韓国語の勉強が辛くなってき始めます。そして最後の3ヶ月目は全体の勉強もしつつ、会話のレッスンを重点的にやってみましょう。もうこの頃には韓国語を学ぶことが日課になり、ふと気づいた時に韓国語を見ていたり、単語を調べたりと、勝手に勉強している自分がいるはずですよ。本当に不思議なんですが、上達する人はみんな同じ感じで勉強しています。もう勉強というより勉強が癖になっているイメージです。私は当時時間があったので3ヶ月で韓国語、英語は上達できました。英語の時なんて勉強のコツを覚えてしまい、3ヶ月勉強しただけでTOEIC900点を超えました。
これは私が頭がいいからできたんではなく、正しい勉強の仕方をひたすら続けたから成功したんですよ。これは本当に誰でもできるんです。さあ、皆さんに私が成功した勉強方法はお伝えしました。あとは皆さん次第です。やるかやらないかは皆さん次第ですので、今日から、明日から、来月から、期間を決めて集中して勉強していきましょう。語学はだらだら勉強するものではありません。しっかり期間を決めてひたすら努力するのみです。もちろん今回は3ヶ月という超短期ですが、人それぞれ忙しさなどバラバラですので、半年を目標にこれらの勉強方法を実践してもいいですよね。ただ絶対に諦めずに続けることが条件ですよ。それでは本日はここまで。また別の動画でお会いしましょう。